この春から進学して一人住まいという若い人もいるでしょう今の学生寮昔と比べてどう変わったんでしょうマイビズ田中キャスターですマイビズ毎週月曜日は最新の流行トレンドを紐解きます今朝のテーマは今時の学生寮 なんですが、今時の学生寮がとも増えているというんですね。ビジネス情報サイト編集長で行列研究所所長の土井義則さんにお聞きします。土井さん、おはようございます。おはようございます。今時の学生寮が増えている、これどういうことですか。はい。正確に言うと、学生寮風の学生専用マンションです。ある不動産大手が力を入れていて、2018年始業駅である 池袋から一駅のところに学生寮風学生マンションを建てたところ、うん、1>, 1年目にして入居率が9割を超えたんですね<ー>同社はその後もどんどん増やしていて今年3月までに首都圏に3物件京都市内に2物件を新築して現在計9物件合計1000室を突破しましたその不動産会社はなぜ学生をターゲットにしたマンションに力を入れたんですかはい まず大学生の数なんですけれども実は2019年が過去最多少子高齢化が唱えられている一方で大学進学率が上がっていることや女性の学生数がが急増ししてていいることなどが影響しています、うん、全国大学生活協同組合連合会が昨年行った調査によると自宅以外に住む学生の中で学生寮を選んでいる学生はわずか3%ですがです。 実は10年前より1%上がっています、はい、この不動産会社の担当者は学生寮には需要があると言っていました、うん、これあの学生寮風学生専用マンションこれ実際にどういうものなんですかはい学生寮というと昭和の雰囲気っていうふうなイメージを持っている方も多いかもしれません、うん、古い建物お風呂は何時まで 夕食も何時まで、うん、門限何時までといった厳しいルールがあります、うん、またアイ部アだったり、うん、プライベートがない人間関係が難しいといった声もよく聞かれます、ええ、一方で仲間と一緒で楽しそう食堂があって食事の心配をする必要がない、うん、などのプラス面もあります、うん、今増えている学生専用マンションはこの学生寮のマイナス面を減らして プラス面を取り入れたものになっています。うん、で、ドイツさんは実際にそのマンションを取材されたんですよね。これ、新しいタイプの学生専用マンション、どんな特徴がありましたか？はい、あの池袋の隣駅から徒歩10分ほどのところにあって、うん、建物は6階建て167室ありました。うん、正面入り口をくぐり抜けるとカフェのようなおしゃれな食堂があって。 月一万七千円を支払うとここで平日朝と晩に食事を取ることができます。うん、学生さんの健康に配慮して栄養士さんが考えたメニューが用意されています。どんなメニューが出るんですか。ちょっと学生さんが作ることが難しそうななんとかあんかけとか。ちょっと濃いめの。 味ですか、ね、そうですね、うん、学生さんが多いということで肉系も多かったおしゃれなメニューはありますかそうですね朝食ななども何かカフェに出てきそうなメニューが並んでいました<う>さらに各フロアに共有スペースがあってそこにはキッチン電子レンジ冷蔵庫が設置されていて、うん、各部屋にはキッチンがないので料理を作りたいなとか、うん、ちょっと小腹が空いたなといった時にここで料理することができます。うん こうした共有スペースで友達とコミュニケーションを取ることができるんですねの部屋の感じはどうですかはい六畳から七畳の部屋が多くてそこにベッドと勉強机が備えられています、うん、その他にトイレシャワールーム洗面台がついていて洗濯は一階のコインランドリーですることができます、うん、ただ生理ダンスなどを置くと床に大の字になって寝転ぶことはできない狭さかなっていう 感じでしたただ部屋の中ではプライベートが確保されていてそうでない共有スペースはしっかり分けられているというのが特徴かなと思いました、うん、人間関係が難しいという学生寮のこのマイナス点これについてはどういう感じなんですかそうですねこちらはその厳しいルールも設定していないので、うん、あと 先輩後輩といった上下関係もうるさくないっていうふうに聞いていまして、うん、気楽に住むことができるのではないかなと思いました、うん、さららにどこここの大学ででででもそこで暮らすすとができるんですねはい、はい、つまりまあ一つ屋根の下で A 大学の人もいれば B 大学の人もいる、うん、C 大学の学生もいて留学生なども暮らすかもしれないということで人間関係も広がるのではないでしょうか。うん、これ実際住んでいる学生から 話を聞いてみましたかどんな評判でしたはいやはりですねまあ自分の部屋は狭いんですけれども、うん、コミュニティスペースが各フロアにある、うん、あと食堂が広いということで、うん、ちょっとした会話ができたりとか、うん、自分の部屋でちょっと勉強するのが行き詰まったなーっていう時にはそういったところで本を読んだりとか<ー>勉強する人がたくさんいました。うんうん、なるほど,なるほど家賃はどんな感じなんですか家賃は五万五千円から七万七千円、うん 周囲の相場と比べると同じ値段を出せばもっと広い部屋が借りられるんですね。うん、しかし何、ね、と言ってもこの物件の魅力は共有スペースかな。そうですよね。学生さんの声として他の学生と仲良くなることができたとか、うん、コミュニティを作ることができたっていった声がありました。うん 私が取材した日も、複数の学生が共有スペースで会話をしたり、ええ、料理を作ったりして楽しんでいる光景が伺えました。<ー>また、運営側もさまざまな工夫をしていまして。運営する方、不動産会社の方ってことですか。そうですね。あの、うん、運営する会社になりますね。はい。ああで、例えば、あの四月に入居した、まあ、多くの学生さん、まあ、不安を感じているかと思うんですけれども。そういったタイミングで、まあ。 パーーティをを開いたりとか、うん、様々なイベントを行うんですね。うん、で、そうすることによってまあ、入居した学生さんがうまく溶け込めるように工夫をしていました、うん、あとイベントは本当にあの頻繁に開催されていてまあ、同じ屋根の下で暮らしている学生さんたち、うん、仲良くする機会がたくさんあるなあっていう印象を受けました。うん ただまあ強制となるとまあちょっと嫌だなという人も多いかと思うのですがこちらのイベントは基本自由参加なのでまあ行きたいなっていう時に行けることができるまあ今時のの緩くつながることができるといったまあ学生風マンションなのかなと思いましたああ。だってこう上っていういと まあかつての寮長のようなイメージですけれどもそういう寮長の言うことは絶対聞かなきゃいけないっていう話じゃなくてまあ自由に参加できたり嫌な時はもう嫌だと言いやすい感じがあるということですね。そうですね、うん、なんか昭和の学生寮というイメージを <laughs> す、ね、持たれるかもしれませんけどここに ましてはそういった怖い方はいらっしゃらなかったなという印象がありました。<laughs> はい。まあ、まさにこれまでの学生寮とまあ、マンションのいいとこをこう合わせたような新しい形の学生専用マンションということですね。土井さんはこれから学生のま住まいどういうふうになっていくと思われますか。はい。さらに多様化が加速するのではないかなというふうに思っています。うん、シェアハウスに住む学生も増えてきました。 シェアハウスでは学生以外の人もたくさん住んでいるのでそこで例えば仕事の話など聞くことができるので社会勉強にもなるのかなとあとその時の気分に合わせて住むところを変える学生も出てきました、うん、まあこのように考えると自分の性格やライフスタイルに合った住み方をする学生さんがますます増えてくるのではないでしょうかなるほどど<は>さんどうもありがとうございました。ありがとうございいましたはい えー、ビジネス情報サイト編集長の土井義則さんにお聞きしました。